それ以上に気を付けてほしいですよね。はい、さあドラゴンズは1番の岡林が打席に向かうところです。まあ、この45分後にスタートを切れるのも阪神園芸さんの整備のおかげではあるんですが、ただちょっとまた一塁ベース付近でしょうか、かなり緩いんでしょうね。大山選手がちょっと言ってましたね、フルカウント、まっすぐで三振、ボール3から立て直しました。才木です。プレーはできませんでした。反応してからスイングを取られました。ショートを跳ねた。カリステまたまたスタメンでヒットを放ちました。強い打球でした。ツーアウトランナー一塁です。さあ落とすか、落としました。しっかり計算通りに永田を打ち取った才木、梅野のバッテリーです。やっぱりまっすぐ効いてますね。効いてますよね、はい、センターへのヒットです。近本が先頭打者で出ました。とにかく先手を取りたいというこの雨の中のゲーム。2ボール1ストライク、バントをしました。送りバントを確実に決めます。ボール3です。ストレートのフォアボールになってしまいました。ピッチャーゴロになった。併殺だ。1回の裏の先制機大山でしたが、ピッチャーゴロ、併殺に終わりました。1回の裏タイガース的にはあの高橋がちょっと離脱してしまいましたのでね、はい、この選手が助かった部分はありますよね。ショート、これもセンターへ抜けていきました。カリステ2打数2安打です。3回4回先頭打者が出ています。高く上がった打球です。センターの近本がしかし落下点に入った。おカリステはスタートを切ったがオーバーランした。タッチアウト。タッチアウト。ちょっとここは、スライディングがちょっと通り過ぎてしまって、ね、カリステがアピールしてるんで、ここは立浪監督がリクエストしますね。本人のアピールがありましたが滑るんですよね、はいはい、だから通り越しちゃうんですよ。でこれで通り越してしまったんですよね。はい、でこれを見て木浪がタッチ、ここでできてるかどうかですね。ちょっと当たってるような感じにも見えますけどね。完全にオーバーはしてしまいました。で戻るときにこれをかいくぐってるというカリステはあの意識があるんでしょうね。はい、さあでもタッチが早かったかどうか。甲子園は今ビジョンで映し出されていて、お客さんが拍手もしてますので、判定のままではないかという、そんな。アウト。リクエスト1回失敗となりました。ドラゴンズ2アウトでランナーはなくなりました。カンドゴロ、一塁送ってスリーアウト。またちょっと才木が滑ってましたが、結局3人で攻撃は終わりました。4回の表のドラゴンズ、まだ戦争ですよね。上がった打球です。センターフライ、上林が取りました。ワンアウトランナーありません。ここはもうそれないですからね。そうですね、はい、自分のバッティングしてほしいですね。そうですよね。まさに自分のバッティング、左方向へのヒットです。ワンアウトランナー一塁。いや、そう思うとやっぱりこう2番って難しい打順ですね。難しいです。結構難しいんですよね、転がると思って、ちょっと膨らんでボールに入るとこのボールが止まったりして、あまた長打になることがあるので、この場面ってやっぱランナー一塁でクリーンアップなんで長打を警戒してくると思うんですけど、はい、あんまり下がることができないんですよね。ショートランナー、スイングが決まった。
ゴロで抜けていきました。森下つないでワンアウトランナー二塁一塁、それで打ち取られた大山。またチェンジアップが来るのか、そこは三振です。低めを振らされました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わりました。おっと大きく弾いたぞ、ランナーはそのままです。三塁チャンスを作ったタイガース、フルカウント。雨の中ですから決勝点にもなり得るというチャンス。この雨の中を切り裂く大きな打球が甲子園での佐藤輝明の初ホームランになりました。甲子園の雨を切り裂く一発、佐藤輝明甲子園の1本目が出ました。この3連戦でクリーンナップ3人とも甲子園で一発を放ちました。貴重な6回の裏の先制スリーラン、これが佐藤の長打力です。見落とし止めました。いやいや俊介さん、これがありますもんね。まだまだ残っている甲子園、6番ノイジー入ります。取ったりうまくできてますよね、まっすぐ来ました。148キロ、ライトに押し込んだ打球ですが森下追いつきました。フェンスの手前、ショートゴロです。難しいさばきだとは思うんですが、難なくというところでしょう。上がった打球です。サードフライ、佐藤輝明掴みました。先制点が入った後の7回の表を3人で抑えた才木のナイスピッチングです。投球練習始めようとしていたんですが、一旦審判団に促されてベンチに戻るように言われました。かなりグラウンドがもう光ってるので、はい、ちょっと審判団も迷ってる感じしますね。あ、さて、ここで手が上がってコールド3対0、タイガース、コウホールドで勝利、これで6連勝、そして今シーズン初めての首位となりました。初めての6連勝、初めての同一カード3連勝で、そして今シーズン初めて首位となりました、タイガース。挨拶をします。勝利のタイガース。いや結果的には、まあ、投手戦蹴りをつけたのは佐藤輝明というね、一発決まっちゃった、いいと